常田大希ミレパ世界ツアー全公演中止の決断に、自分自身でもまだ受け止めきれず断腸の思い。キングヌーの常田大希、32、が27日、自身の X、旧ツイッターを更新。自身が主催する音楽プロジェクト、ミレニアムパレードの世界ツアー全公演中止について思いを綴った。ミレニアムパレードの公式 X で、2024年11月2日土曜日より開催を予定しておりました。ミレニアムパレード WHO&HOW ツアー2024を、この度全公演中止とさせていただくことになりましたと発表した。世界9都市を巡るツアーについて、準備を進めていく中、ミレニアムパレードとして、目指す演出並びにクオリティを全公演で再現できないことが判明し、諸般の事情を鑑みてアーティストとスタッフで協議を重ねた結果、全公演を中止せざるを得ないという判断に至りましたと中止に至った経緯を説明した。常田は自身の X で、チケット取れた方にも取れなかった方にも多大なるお手数とご迷惑をおかけし、大変申し訳ない気持ちでいっぱいですと謝罪。長年のライブ計画の根幹であった 3D 演出を含むライブ表現が今回様々な理由でガタし、うなってしまったというのが主な理由なのですが、自分自身でもまだ受け止めきれず断腸の思いですと苦渋の決断だったことを明かした。とりあえず完全返金と、その他にも可能な限りの補填対応をいたしますので、こちらからお問い合わせくださいと呼びかけた。ミレニアムパレードは、常田をはじめミュージシャンやアートディレクターらによる音楽プロジェクトとして19年に結成、21年大晦日にはミレニアムパレード×ベル中村佳穂、そして NHK 紅白歌合戦にも出場した。今年5月には大手レーベルベイエピックレコードとイギリス RCA と契約、シングル「ゴールデンウィーク」を発表していた。常田大希、常田大希、1992年5月15日からは、日本のミュージシャン、音楽プロデューサー、1、ロックバンド、キングヌー、2、音楽家集団ミレニアムパレード、クリエイティブレーベル、ペリメトロン主催者。長野県伊那市で生まれる。東京芸術大学音楽学部器楽科チェロ専攻に進学するが、社会と結びついた音楽をしたいという理由で中退を。小沢誠二が主催する小沢国際室内楽アカデミーにチェロ奏者として在籍していたことがある。2013年、SRV、ヴィンチ、サーバヴィンチという名義で独自の音楽活動を開始。ソロプロジェクトに近い構成であったが、メンバーチェンジ等を経てバンドとしての活動が主体になってきたことにより、2017年にキングヌーに改名、2019年1月アルバム、シンパでメジャーデビュー。同年、大希常田ミレニアムパレードを原型としたソロプロジェクト、ミレニアムパレードをスタートさせた。